で、かなり上の方ではあるんですけど、堂々の感想おめでとうございます。7日と19時間5056分素晴らしいです。まあ今回いろいろ大変なこといろいろあったと思いますけど、はい、ざっと振り返ってどんなでしたか。一番のミスはちょっと装備を今回の環境というか天候に合わせることが最初できなくて、荷物を重たくしすぎちゃった。2014年の台風のイメージがどうしても抜けなくて、バーナーとか替え の防寒着とか、結構ザックが水入れて 8.5 いくつとかになっちゃって、あとはその流れで結構不安症というかそういう面があるんで、行動食も持ちすぎて、スタートの時に持ってた行動食が一ノ瀬まで行っちゃいまして、で逆にその反動で一ノ瀬で削って今回は足りなくなっちゃった。もしくはちゃんと最後の山小屋でこの分計画練ってた時はここ食い物ないぞ、降りてから旗投げ降りてから時間帯によっては飲み物食べ物苦労するぞとは思ってたんですけど、なんかちょっと多分大丈夫だろうみたいな、あんまり考えで行ってしまったらドツボにはまりました。なるほど、はい、確かにね、装備っていうのは結果的には結構防寒装備的には、まあ、結果としてはいらなかったっていう結論かもしれないですけど、はい、なかなかそこで最初の時点で削るっていうのはなかなかね難しい、それちょっとかなりリスキーだと思うので、はい、まあ、それはそれで正解だったのかなとは思いますけどね。はい、どっちかって言ったらやっぱり安全サイドに振っとかないとまずいとは思うんで、はいはい、だその削りどころがね難しいところだと思います。なるほど。であとは今回の多分一番のチョンボはザラ峠でちょっと休憩したんですね、はい、でそこでiPhone を置き忘れて、五色ヶ原まで行ってないというのに気がついて、そこからまた峠に戻ってなんで、それだけで1時間か1時間半ぐらいあったんですか。ありました。あったんです、ね、置いた場所にそのまんまあって、まあ良かったんですけど、ああやっちゃったなみたいな、多分精神的動揺が多分かなり激しいですね、それはね。なかったらどうしようというのが、はい、なかったら途中でも友人ポイントなければ失格になってしまうので、はい、それ正解です、はい、そもそもそうなっちゃったという連絡が、まあその場では取れないんで、どっか人がいるところまで行って連絡してもらうしか、どっか選手ですね、はい、他の選手にねないなと思ったんで、それは本当にああよかったみたいな感じで、で最初それで初日一番最初の自分が立ったプランではすぐ乗り越しの小屋まで行こうと思ってたんですけど、ちょっと頑張ったんですけどそこまでは届かなくて、でも結構長い行動時間になっちゃって、その後がちょっとずるずるずると睡眠時間削って長く動くしかないって思って、またどん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 スピードが落ちてってみたいな悪循環にちょっと入りかけて、で一ノ瀬の時はかなり焦っていて、自分が立てたプランだともう一ノ瀬を出発 してなきゃいけない時間にまだ一ノ瀬についてないような状況だったんで、そっから南はかなりCTE の比率でいうと厳しめにというか、パフォーマンス落ちるだろうと思って厳しめに設定してたんで、その分の余裕があるはずだとは思いながら、ずっと多分完走できるだろうなと思ったのは、昨日伊香のキャンプ場にオートキャンプ場に着いてからですね、はい、かなり後半追い上げたと思うんですけど、どうです？その辺は後半追い上げたっていうよりも、とにかく残そう残そうという意識はありました。スタミナというか足を使わないように
端を使わないようにっていうか使っちゃってるんですけど、周りの皆さんが私よりずっと早い方ばっかりなので、その人たちのペースに付き合ったら絶対潰されると思ってはいました、はい、で後半ある程度その大体前後の顔ぶれが一緒になってきて、リバークするタイミングとか小屋の休憩や食事のタイミングで抜きつ抜かれつみたいな感じで、誰かとずっと一緒に行動っていうのは基本的にはなかったんですけど、ただ前に誰がいる後ろに誰がいるみたいな意識はずっとあったので、そういう意味では仲間がいて楽しかったというか。まあ、このトランスジャパンっていうのはね、6泊とか7泊とか5泊とか、行動する中で、当然各選手との関わり合いがあるじゃないですか。まあ小屋ごとのあったりとか、結構そういう生活というかね、そういうパターンがかなりこう面白いと思うんですけど、その辺どうですか。なんて言ったらいいんでしょう、人によってやっぱり考え方が違うんで、結構その竹内さんとかと今日どこまで行くみたいな情報交換みたいなのをやってたんですけど、でもやっぱり竹内さんとは年代も近いしスピードも似たような感じだったので、なんか考え方はのベースの部分は似たような感じで、あやっぱり同じこと考えてるんだなみたいな、そういうのはいろいろ話してやって面白かったですし、あと逆にそのこっちが先行してたのにリバークのタイミングとかで抜かされたり、その逆があったりとか、やっぱりみんないろいろ、まあ考え方もあればその時の体調とかいろいろあるんだなっていうのが面白かったですね。答えは一つじゃないっていうのが、はい、そうですね、はいはい、なるほど。実際足とか足裏とかその辺はどうでしたか。足裏は痛いです。であと豆が両方中指と親指の付け根の間、母子球の脇みたいなところに、あとかかとの外側に両足ともできてしまって、ね、かかとの後ろ外は比較的距離長くなってくるとできやすかったんですけど、中指のとか母子球のあたりっていうのは今までできたことなかったので、それがちょっとなんか普段と変えちゃったのか、それとも距離が長いとか負荷が高いからなのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、それで逆にどうしたらいいんだろうと、対応 のそこまでにできたことが今までなかったんで、あとはかかとにもちょっと、かかとというかアキレス腱のあたりにも豆ができてしまって、それは多分テーピングのテープ の伸出皮膚との境目の伸出率の違いみたいなので、雨が降るだろうと思ってちょっと粘着力の強いやつを使ったんですけど、それが裏目に出ちゃったみたいで、かかとのところがにできて、それがちょうどシューズのかかとのこの部分に当たって、下りで着地するたんびに痛いみたいなのが、痛みは気にしないようにしてたんですけど、やっぱりどうしても体が反応しちゃうんで、それがちょっと困りましたね。なかなか今回ね、まあいろいろな苦しみを味わったと思うんですけど、まあ最終的にこうやってまとめて、素晴らしかったと思います。で、まあ途中で すごいたくさんの応援もあったと思いますし、はい、まあ今これだけこの時間にもかかわらずね、これだけの応援もあります。で、ご家族とかお友達とか、はい、いろいろまあ聞いたことというかいろいろあると思いますので、はい、ちょっと一言お願いいたします。はい、まさか自分がこの大会に出られると思ってなかったので、本当に参加できて参加させてもらえて、幸せでした。幸せです。で、あとはそれを認めてくれた息子とか家族とか、あと最初その休暇の申請を出した時に何これっていうふうに直属の上司には言われて、でもさらに上の方とちょっと交渉してもらって、
夏休みにさらに電球をくっつけるような形になってしまったので、そういうのを認めてもらえたことにも感謝してますし、あとは小屋の方々もそうですし、山の中でも街中でもこんな、50過ぎた、武将ひげぼうぼうの初老の親父に声援を送ってくれた方々に感謝したいと思います。で、あとは初挑戦、選考会出たのも初めてで、まさか通ると思ってなかったし、通ったとしても抽選に通るとも思ってなかったので、まずは力試しと思って準備して受けたんですけど、こんなトントン拍子に行ってよかったのかなっていうところは思ってて、で今日最後でちょっとやらかしたというのがあります。で、ただやってみて感じたのは、こんな面白いイベントというか大会というか他にないなっていうのはやっぱり強く感じたことで、できるものならまた出たいし、まあ出られる出られないにしても選手として出られないにしても、何かしらボランティアスタッフだったりチェックポイントのスタッフだったり、いろいろやらなきゃいけないことはあると思うので、そういうのをお手伝いできたり恩返しできればいいなと思って、どうもありがとうございました。